しほにゃんのくまの天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。私は海外公演のためにどうしても500万円足りなくて、ある方に教わって医学博士塩谷信夫先生の精神調息法というのを実践しました。今日はそのお話と、どうやったらそれを実践することができるかという方法についてもお話ししたいと思います。はい、写真の方が塩谷信夫先生です。私のコンサートにゲストで来てくださった時の写真です。で、隣に塩谷先生の直筆のお手紙があります。何回か書簡をやり取りしました。昔ですね、フランス公演のために500万円足りないと思ってですね、どうしようと思ってですね、前年にもすごい赤字出したしなーって、もうこれ以上赤字出せないしということで九州の方に相談したんですね。そしたら、まああなた塩谷信夫先生の精神調息法をやりなさいって言われたんですね。え、その精神調息法って何なんですかって聞いたら、もうビデオ売ってるからビデオをとりあえず取り寄せて自分でやってみなさいって言われたんですね。で、塩谷先生のビデオを取り寄せて、そしたらですね、まあ後にこのやり方は説明しますけれども、とにかく何でも過去形で何々がなったとね、過去形で念じるということが一番大事なんですね。一説によれば、脳は現在と過去と未来の区別がつかないという人もいて、だから今過去のように断言してしまうと、そうするとそれを現実のものとして脳が受け止めるということを言う方もいらっしゃるので、ね、結局こうなりますようにではなくて、こうなったとイメージすることが大事で、先生はもともと東大の病院の先生だったんですけれども、その昔の時代、先生はまあお会いした時、この写真の時92歳だったんですけれども、その東大病院の時にですね、お手当て、当時そういうお手当てっていうことをする方がいらっしゃらない時に、もうそういうお手当てをされていました。先生は体が弱かったためにヨガとかいろんなことを研究なさって、呼吸法を編み出された、それが精神調息法だったんですね。で、先生は東大病院の後に自分で病院を東京に建てられたんですけれども、なかなかまだ知られてない病院だったために、看護婦さんが心配するくらい患者さんというかお客さんが見えられない。でも先生はいつも玄関が靴でいっぱいになったとイメージされていたんですね。そうするとですね、だんだん患者さんが増えてきて、東京中で一番忙しいお医者さんになったそうなんですね。で、先生はゴルフをされるんですね。私は全くゴルフをしないのでわからないんですけれども、87歳、92歳、94歳、エイジシュートをされたそうなんですね。で、エイジシュートって自分の年齢より下のスコアで回ることらしいんですけれども、なかなかこのお年で世界でも前例がないそうなんですね。もちろん精神調息法のおかげだそうですね。で、そのビデオを取り寄せて、毎日これ1回やるのにね、25分ぐらいかかるんですね。それを3ヶ月間毎日やりました。もう必死でね、もうどんなに遅くなっても必ずやりました。そうするとですね、3ヶ月後に降りるはずのない財団からお金が降りたりとか、私の親戚のおばちゃんが、あんたはいつも海外で苦労してるわねということでお金をくれたりとか、ある方が急にコンサートの依頼をしてくださったりとかで、なんだかんだでね、570万が集まったんです。といっても、まあこのお金でね、自分が幸せになるということではなくて、フランスの人々が喜んだというイメージをすることが大事だから、自分のために使うお金をくださいということではなくて、そのお金によってたくさんの人が喜んでくださったと
イメージすることが大事と先生はそのビデオの中で述べられていたので、私もそういったイメージをしました。で、フランス公演に行く前に先生にお手紙を書きました。先生のおかげで私はフランス公演にこれから旅立つことができます。先生の精神調息法のおかげで570万のお金を手にすることができ、そしてこのお金でコンサートをしてフランスの方々に喜んでもらうために行ってきますみたいな感じで先生にお手紙を書きました。するとですね、私がフランス公演に行ってる間に先生が全国で、あのな、京都のシンセサイザー奏者の女性の方でね、500万円を集めた人がおってねっていうふうにして全国で講演されたそうです。皆さんは、私全国行ってますので、あ、京都のシンセサイザー奏者といえば志保さんだってみんなが分かったそうなんですけれど、特に名前は出しておられなかったそうなんですけどね。先生が一番大事にされている精神調息法についての3つの精神のにのっとっての原則があります。物事をすべて前向きに考える、感謝の心を忘れない、愚痴をこぼさない、その3つです。先生は私がそうやって物事を達成したことをすごく喜んでくださって、先ほどの写真のように、あの、私のコンサートにゲストで来てくださったり、熱海のお宅に招いてくださったりして何回か交流をさせていただきました。で、先生は100歳でお亡くなりになったんですけれども、先生は精神調息法のことをみんなに伝えてねということで私にそういう使命を託してくださいました。精神調息法についてはこのお話の後に少し解説をさせていただきます。私がイメージした時にですね、500万円が集まったという時にですね、まあ、まず背筋を伸ばして座りまして、鈴の印、これは後ほどちょっとね、あの、動画で解説させていただきます。指をこう組んで鈴の印というのを作ります。そして腕を直角にしたままですね、深く息を吸い込みます。宇宙の気を頭のところからずっと吸い込んで、丹田っていうおへその下のところにあります、その丹田に吸い込んでしまいます。そして丹田でクッと止めた時にですね、自分のこうなりたいというイメージをありありとイメージします。私の場合は100万円の束がずし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 と目の前にいかにもあるようにイメージしました。このイメージ力の強さで実現すると思うので、しっかりとそこでイメージを行ってください。そしてふーっと息を全身に吐いていきます。はい、じゃあ両手を合わせていただきます。はい、両手を組んでください。で、組んだら中に空洞ができるようにぷっくりと、鈴の印って言います。ぷっくりと空洞ができましたか？はい、それではですね、ここの脇のところは直角に、手を直角に、はい、そうですね、もうちょっとここが直角になるように、はい、で、背筋を伸ばす、はい、必ず過去形で念じてください。500万円が集まった、500万円が集まったとイメージします。で、その宇宙の気を頭上から取り入れて丹田までクッと止めて全身に流すのが1回として、それを5回やります。その5回が1セットです。それを5セット、だから25回それを繰り返します。そしてその25回が終わった時に、ここに書いてある大断言、宇宙の無限の力がこりこって誠の大和の御代がなりなったというのを10回強く念じるようにします。大体ですね、25分ぐらいかかると思うんですけれども、
本当に実現したかったら25分毎日これをやってみてください。500万円集まっただけではなくて、ちょっと面白いエピソードなんですけれども、京都の借家の下にブリーダーさんが引っ越してきました。で、静かだった住宅街にワン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 犬がですね、うるさくてですね、なんか車1台が買えるぐらいの高価な犬だったらしいんですけど、その犬のために相当改造してですね、若い方だったと思うんですけれども、男の方がいらっしゃって、でいつもはその人の前はおばあさんが住んでおられたんですね。でおばあさんが住んでおられた時は、うちのとんちゃんが元庭師なので、あの日当たりが悪くなるから木を切らせてもらってたんですけど、新しい方が引っ越してきたので、すいません、ちょっとこの日当たり悪くなるので木も切ってほしいんですけどって言ったら、あ、分かりましたって言って、でそれでちょっと犬がですねって言ったら、あ、犬ね、預かってるからすぐ返すしって言うんですよね。あ、そうですか、じゃあお願いしますねって言って、それからですね、2ヶ月間犬はワンワン、木は切らないので、私はつい電話をしたんですね。すいません、どうなってますか、木はそのままだし犬もそのままだしって言ったら、お前んとこよ、旦那に言うとけとか言って、いきなりなんかね、すごい口調になっちゃって、もうめちゃくちゃボロクソに言うんですよね。手のひらを返したように、あのおとなしかった感じの男の人なのに、いきなりなんかすごいことを言い出して、で夜中に何回も嫌がらせの電話があるんですね。あ、困ったなと思って、これは困ったなと思って、まあこういう時は精神調速法でしょうと思ってですね、まあ相手のね不幸を念じたらいけないからですね、あの方が素晴らしいとこに引っ越した、あの方が素晴らしいとこに引っ越したと言ってイメージしてですね、アート引っ越しセンターのトラックまでイメージして、でも引っ越すはずはないんですよね。犬のためにすごいお金かけて改装してるわけだし、引っ越したばっかりですしね、こちらに。でも3日間とにかくずっとそれを唱えました。である時ね、そのちょっと京都の坂のところに立っているお家だったんですけど、坂のとこてってってと下に降りていったらですね、下のお家がなんかすごく静かなんですよね。でパッと見たら電気のねメーターあるじゃないですか、あのメーターのとこになんか札がピロンってあるんですね、紙の札が。えっと思って近所の方に聞いたら、ああ、あの方ね、引っ越されましたよって言うんですね。はあっていう感じですよね。3日間だけしか唱えなかったのにな、すごいわこの精神調速法と思って、きっとあの方はもっとですね、山の中とか自由に犬を飼えるね、静かないいとこに引っ越されたんだろうなと思ってたんですけれども、まあそんなことでね、本当にあの他人の不幸を願っちゃダメですし、ましてや自分のですね、お金が儲かるためとかだけではダメだと思いますので、正しい使い方をねして、精神調速法、ぜひ皆さん先生の本をねまず読んでいただいて実践していただけたらと思います。はい、自在力2、先生の本の中に私のことが書かれています。精神調速法のために CD を作りました。100字如意と書かれてますが、これは塩谷先生の書です。100のことが意のままになるという、本当に素晴らしい意味ですよね。この CD のジャケットの絵は、私が何か天と地というイメージで台所のスポンジに墨をつけて書いたものです。でその CD の準備をして海外に行って帰ってきたんですけど、なんでうちの台所のスポンジこんなに黒いのかなって全然忘れてました。でこの CD はもう売れてしまってないんですけれども、精神調速法についてお知りになりたい方は精神調速法ネットワークと検索してみてください。 CD を販売されていると思います。皆さんが精神調速法を上手に使って夢を実現されることを祈っております。今日はありがとうございました。また次もお楽しみに。